安住紳一郎の日曜天国。おはようございます。2月12日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。おはようございます。中澤由美子です。皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。昨日に続いて今朝もいい天気になっています。関東地方曇り時々晴れということです。昨日土曜日も暖かかったですね。昨日は東京で14度まで気温が上がりましたが、今日はさらに気温が上がり、東京、横浜、熊谷で予想最高気温今日16度の予想です。16度、はあ、3月下旬頃の気温ということですね。千葉、前橋、水戸でも15度、宇都宮で14度の予想です。今日はコートね、ちょっと上手に脱ぎ着しないと汗ばんでしまうくらいの気温になりそうです。いい天気ですね。曇り時々晴れとはなっていますが、スタジオになります赤坂、雲一つない青空が広がっています。今日は気温が昨日よりも上がるということです。また金曜日に雪が降りましたので、余計に昨日今日の暖かさ、春の訪れ感じるわけですが、ただ油断してはならないのは、暖かいのは今日までで、明日また関東は雨の予報が出ていますね。そして火曜日からまた冬に戻るそうです。はい、残念という感じですね。まあそんな簡単には来ませんよね、春はね、ということですよね。特に火曜日からまた冷え込み厳しくなりまして、東京でも最低気温が0度近くまで戻る1週間ということですね。あら、ってことですね。いやー、でも今日東京、横浜、熊谷で最高気温16度、いいですね。いいですね。東京の降水確率午後 0% 夜 10%、伸び伸びしますね。そうですね、昨日もね、まあ、雪の反動もあって暖かくなりましたんで、本当にねこういう言い方よくないんですけど、毎年思ってしまうのは、やっぱり暖かくなると出てくるのは虫も人も一緒って感じでね、人もこうわーっと出てきましたよね。多かったですね、すごくなんかこう、普段出てないっていうような人まで出てきちゃうっていう感じがね、いいですよね。あの言い方がほら、誰かを傷つけてるのかもしれないけど、私いつも思う、そうですか、出てるなっていうね。だってそうでしょ、普段出てこない人も出てきてるから、普段より出てるんだよね。そういうことですよね。毎日出てる人だけだとそんなに変わらないもんね。本当だ本当だ、そうだな、真冬日と変わらないはずなんだけど、普段は出てこない人も出てきてるから、うわ出てるって感じになるんだ。言われてみればね、まあ、その中の自分も一人なんだけどさ、なんかほらあるじゃない、なんか動物らしいそういうなんか温度に応じて動いちゃうっていう感じの、そうですよね、意味ないのに家から出てきちゃって、あーなんつって戻るみたいな、暖かいなっつって、いや用事がないからさ、ほら出てくるのは出てきたけど用事がないってことに気づいて、あ出てくる意味なかったなと思って戻っちゃったりとかさするじゃん、ね、公園まで散歩行こうなんて言ってさ、行ったりとかね、いいことですよね。いいことですよね。やっぱ暖かくなるとね、人が出るね、出るね、今日も出るね、今日も出るねということで、でもやっぱりほら虫とかね、こう動物とかがほら春になって出てくる、森に出てきたりとかね、するのを見てると、なんかこう地球上に住む一人の一員として嬉しい気持ちになるわけだから、ね、他の動物たちもなんか、うわ人が出てるなっていう風に思ってるかもしれないよね。そっか、そうね、思ってたの出てきたなって、出てるねなんて言って、多分ね分かんないけど、カラスとかさ、ハトとかがさ見ててさ、出てますねなんてやっぱりなんて、気温が14度超えると出ますねなんて言って、シューってねカラスが飛んでなんか、そうか、よく見えるでしょうね、よく見えるね、あ出てますねなんて言って、うわーなんて、どうでしたなんて、ちょっと今俺錦糸町の方回ってきたけど出てるなんて言って出てるねなんて、八重洲口いつも止まってるとこ止まれなかったわなんつって、こんにちはなんつって、あ今私カラスになった気持ちで喋ってますけど、でもそういう風に見てるだろうねきっとね、ねえなんて、失礼しますなんて言って、いいなーなんて言ってね、いくらでもいける、いくらでもいけるよ ね、 なんかね、赤坂御苑は変わらないなんて、ここはほら人が入れないからなんて言って、そうよね、なんつって、さすがお目が高いなんて言われてね、カラス仲間にね、なんかね、ここは変わらずいつもの静寂、赤坂御所ですなんて、目の付けどころ、違うなーなんて言って、目の付けどころがシャープだねなんつって、
今カラスの気持ちになって喋り続けてますけどごめんなさい、何やってるんだって感じですけど、えでもそう思うよね。そうですね。それから先週第21回全国穴掘り大会の中継をお伝えしましたが、結果が出たようです。毎年話を聞いています平井邦治さん率いる埼玉の暁工業なんですけども、平井さん当日競技が終わった後のインタビューではかなり謙遜されてましたけれどもね、やはりコロナで2年大会がなかったということでだいぶブランクを感じているという話でしたが、結果ですね、はい、暁工業男子そして女子ともにダブル優勝しているということなんですね。おめでとうございます。いやなかなかブランクがあったので感覚が戻らないとは言ってましたが、やはり戻っていないのは他のチームも一緒ということだったのでしょうか。ただですね、暁工業は A チームと B チーム2チーム出てまして、男子ですね優勝したのが B チームということで、平井邦治さん率いる本来の精鋭が揃うチーム A チームは7位だったんですね。ただ B チームが優勝しているということで、平井邦治さんによりますと、どうも A チームが抽選で引いた場所が他のところと土質が違って途中から粘土に変わったせいで記録が伸びなかったということで、やはり土質が良ければ A チームが優勝していたのではないかという分析のようですね。そしてお出かけリポーターがお邪魔しました暁工業の女子チームですが、2位となんと1センチの差、僅差で優勝を決めているということです。うわ、女子チームは平井邦治さんのお姉さん安子さんと、それから邦治さんの姪っ子さんにあたる夏希ちゃん、実質上もう2人でチーム動かしてると言っても言い過ぎじゃありませんからね。その他はお出かけリサーチのリポーターだったりするわけなので、まあ素人同然なんですけども、アラフィフだとおっしゃってましたけども、安子さん両足つりながら穴掘ってたって言いましたからね一瞬軽く聞き流して、ああそうですか大変でしたねって聞き流してしまいましたけど、先週冷静に考えると両足つって穴掘ってるってなか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 ないことですよ。すごい、本当にすごいねえ。男子チームの方は1位が暁工業の B チーム、そして2位はやはり水道が強いんですね、鋸南町、千葉ですね、鋸南町建設水道課直営部隊。かっこいい、かっこいい名前ですよね直営ってのは何なんだって気になりますけども、ね、強そうですね建設水道課直営部隊で、3位は平井さんの暁工業の長年のライバルであります愛知県観光業事業協同組合連合会青年部協議会、ね、お名前聞きます ね、ただ例年ですと一般チーム参加が300、レディースチーム40ほど参加するそうですが、今年はやはりコロナの制限などもあったということで参加チームが73チーム、レディースチーム12チームということで、いつもの大会規模に比べると3分の1くらい、さらには掘る時間も短縮して行われたということで、来年からはね元通りのレギュレーションでできるといいなというところはあります。いやでも平井邦治さんすごいですね、やっぱりね、さすがです、さすがですね。平井さんは大会終了後、結果が気になりすぎて自分以外のチームのすべての穴を個人で測り直していたどうですか私はこのエピソード聞いたときに、この人の時代がしばらく長く続くぞと思いましたね。そうですね、まだまだですね。いや平井さんの時代はねまだ続きますよ。ですよ、ほらよくね、イチロー選手は誰よりも他のチームメイトよりも先に来て練習していて、それ見たらもうイチロー選手には誰もかなわないなんてね思ったって話聞きますけど、チャンピオンが全ての穴を個人で測り直してたっていうんですから、多分きっとあれでしょ、こういう掘り方をしてるんだとか ね、ああそうかっていうね、敵情視察もあるでしょうし、自分を戒める気持ちもあるでしょうし、さすがですね、さすがだよね。違う、やっぱり正式な測定が終わってから穴に入る許可を得て全ての穴を個人で測り直していたっていう、一体現場を後にしたのはナチュランだっていうねえ、素晴らしいですよね。
赤月工業、普段はねガス工事をしていらっしゃる埼玉の赤月工業、赤月漢字一文字で書きますけれどもね、素晴らしい、本当に本当に。そしてもう一チーム、ラジオのリスナーが参加していたチームがありましたね。成田市の彩り夢子さん、27歳女性から今週もお便りいただいています。ありがとうございます。ありがとうございます。先週はメールを紹介していただきありがとうございます。この人は例年番組でこの穴掘り大会が中継されているのを聞いて、成田に住んでる私たちも参加した方がいいんじゃないかということでね、意気に感じて参加してくださいましたが、はい、競技開始前に放送を聞き、情けない報告はできないぞと気合を入れて挑みました。アラサー6人が30歳前後の皆さんですね、最後の1秒まで諦めず1センチでも深くと力いっぱい掘り進めましたが、計測値は1メーター11センチ、レディース部門12チーム中6位という悔しい結果でした。優勝されたお出かけリポーターチームの皆さん、おめでとうございます。乾杯でした。私たちにとって未知の深さまで達した際に穴が狭すぎてスムースに掘り進められなかったり、うまく土を外へ出せなかったりと、経験不足と作戦不足が顕著に現れてしまいました。また私個人としては会場の盛り上がりに浮き足立ってしまい、変に力が入ってしまったことも反省しています。1年かけ経験を積み、平常心を保てるように心を鍛え、来年はお出かけリポーターチームと優勝争いができるように特訓してまいります。素晴らしいですね。 お疲れ様でした。でも初参加でね、12チーム16位で1メーター11センチも掘ってと、掘っていうことですよ ね。そしてもう来年に向けてやる気十分なんですね。本当ですね。何かこの方は同じ会社の仲間同士でチームを組んだということですが、お勤めの会社のバックアップもいただけるようになったということで、なんか会社からスコップの支給みたいのがあったそうですよ。会社の、ね、敷地をちょっと掘り返す練習しちゃったということだったんで、そうですそうです、勝手に、ね、空き時間に、ねね、みんなで会社の空き地を穴掘っちゃったっていうね。心配してたんですけど、じゃあよかったですね。よかったですよね。でもなんかあの中継の時も会場の雰囲気が伝わってきてましたけども、たくさんの皆さんが、ね、集まって準備して大変だと思いますけども、一箇所に集まって用意どんでね、カウントダウンがあって 3,2,1 でうわーって言いながらこう掘る時の興奮っていうのはたまらないでしょうね。そうなんでしょうね。いやそう、家にいてね、穴なんか別にいいな、頼まれてもいないのに掘って何が楽しいんだなんて人は放っとけばいいんですよね。いや参加した人はやっぱりさ偉いと思うよ。偉いっていうかね、ちゃんとやっぱり、人としてマット、できることならやってみたいもん ね。みんなでね揃ってさ、ね、用意ドンって言われてみんなで穴掘るんだもん。すっごいいい思い出になると思う。すっごい楽しそうだったしね、本当に、そしてその楽しさがやっぱり伝わったんでしょうね。毎日新聞の千葉版がありますけどもね、次の日ですか、その穴掘り大会の模様がさまざまな新聞記事にもなっていましたけれども、毎日新聞の千葉版に一番大きく写真が載っていたのはこの彩り夢子さんのチームが穴を掘っている写真でしたよ。お出かけリサーチチームの写真なんか一枚も塗りはしない、ね、なんかこうあるんじゃない、みずみずしさっていうかさ、でもお揃いのお衣装でとってもね、あの綺麗でしたよね、その写真何かあれですよね、研究機関みたいなところでお勤めなのかな、赤い ね手袋をして、そしてスコップで白衣、そして白いヘルメットで ね、髪を後ろに一つ束ねて、6人で一心不乱に掘っている姿が毎日新聞の地方版千葉版に載っていましたけども ね、穴掘りなんてしたらお衣装汚れるでしょうに、真っ白の、あ水色なのかな、ね、上下つなぎですごく素敵でした、ね、本当ですね、12チーム中6位なんですけども、一番大きな写真載ってましたからね、いいんじゃないですかね。来年はねまた普段通り穴掘り大会が開催されると本当にいいですね。そして平井邦治さんの時代は長く続きそうだなという感じはしますね。同級生だからね、嬉しくなってしまいました。
それから今日はお便りもう一通紹介したいと思います。この方は神奈川県の男性の方、匿名希望の方です。ありがとうございます。ありがとうございます。トルコ・シリアで発生した大地震に胸を痛めていますというメールですね。学生時代にアラビア語を私は勉強していたため、今回被害が大きかったトルコのガゼアンテップやシリアのアレッポには友人やアラビア語の先生、彼らの家族が多く暮らしています。現地を訪れたことも何度もあり、自分の第二のふるさとです。友人からの全員無事でした、心配してくれてありがとうというメッセージに安堵する一方で、地震が起きてまだ暗くて冷たい雨が降る中を家族全員で家の外に避難しました。とても厳しい状況です。家族は無事でしたが、友人や親戚が亡くなりましたという知らせもありました。そもそも連絡がつかない方もいます。トルコとシリア合わせて死者は2万人を超え、負傷者は8万人を超えました。またその数字の背後には、大切な家族や友人、思い出の詰まった家をなくした人がたくさんいることを思うといたたまれなくなります。本当にそうですね。特にシリアの人々は戦争の傷がまだ癒えないところに今回地震に見舞われました。トルコを含め避難先で被災したシリア人も少なくありません。ただの一会社員である私にできることは限られていますが、現地の人々の無事を祈り、被災した友人や現地の慈善団体へ今だけではなく継続的に義援金を送りたいと考えています。日曜の昼間に暗い話題をすみませんでした。でも少しでも結構です。ラジオをお聞きの皆様もシリアやトルコで困っている人々へ関心を向けていただければ幸いです、という第二のふるさとと思っているという神奈川の匿名希望の男性の方からメールをいただきました。ありがとうございました。本当にトルコ、シリアに困っている人々に関心を、ね、向けている人がラジオを聞いている人では多いと思います。私たちもできることを限られていますが、この方と同じように考えていきたいと思っています。お便りありがとうございました。ありがとうございました。さて、それでは今日のメッセージテーマこちらです。最近良さが分かってきたこと。最近良さが分かってきたこと。渋谷区のリリー・フランキー酒井進さん、50歳男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。最近良さが分かってきたことは、昔ながらの湯たんぽです、ね、よく情報番組で、ね、特集されますよね。やっぱりこれいいですよなんて言ってね、電気的な尖った暑さではなく、お湯が醸し出すまろやかな温かさがやみつきとなり、寝るときにはなくてはならない私のアイテムとなりました。しかし我が妻からの評判はすこぶる悪く、湯たんぽをじじくさいとか昭和能だとか散々こきおろします。そんな雑言に耐えながらも、毎日湯たんぽを使って頭寒足熱の快眠を日々享受していました。ところがです、最近寝ていると妻が私の布団に足を入れてきて湯たんぽの熱を横取りするのです。まさにこれは熱泥棒です。湯たんぽを導入した際に散々悪口を言われた手前、黙って熱を盗まれるのは男の保険に関わります。絶対に盗まれてなるものかと、寝るときは妻には背を向け、横を向き、膝を抱えた状態でその足先に湯たんぽを置き、妻の足が届かないように防衛しました。なんで50にもなってクッソみたいに寝なきゃいけないのかと自分が情けなくなりますが、熱泥棒されるよりはマシです。いいね、ちょうどお腹のところに抱えて向こうから完全に防御するみたいなことでしょ。そうなんですね、すごいよね、うん、あのラグビー選手がね、こうね、あの次の選手にボールを渡すときにこう、あの露骨に倒れ込むみたいな感じでね、うん、あんまりやりすぎると反則取られちゃうね、うん、屈走みたいに寝なきゃいけないのか、ね、ところが敵も去るもの引っかくもの、私が寝た頃頃合いを見て湯たんぽを包んでいるタオル地の袋の口紐に妻は足先を引っ掛け、自分の陣地にある湯たんぽを奪い去るのです。そんな器用なことできんの。湯たんぽの紐を足に引っ掛けて自分の陣地に湯たんぽを引きずり奪い去る。はあ、朝起きると大事な湯たんぽがなかった時の無力感は言葉では言い表せません。本当だよね。ポットでお湯を沸かし、こぼれないように湯たんぽにお湯を注いだ私の努力がすべて水の泡です。私はあまりの悔しさに、今度は湯たんぽの口紐を自分の足首に巻きつけ、敵陣に持ち去られないようにして寝ました。ところがです、
口ひもが短いため私のアキレス腱のみを温め続け、翌朝起きると軽い低温やけどを起こしてしまいました。会社で私は左足をかばって歩いていると秘書の女性から、あら痛風ですかと言われてしまいました。またまた情けなくなりました。湯たんぽくらいもう一つ買えば良いだけの話ですが、なぜか私も妻も一つの湯たんぽを奪い合うことに喜びを感じてしまい、夜な夜な攻防戦を繰り広げています。絶対取られてたまるかと思いながら今日も湯たんぽにお湯を入れています。渋谷区にお住まいの50歳男性の方、リリー・フランキー坂井進さん。いやー、情景がねよく思い浮かびますね。本当ですね。なんか私が映画監督だったら、なんか布団の足元しか映ってない映像だけでこの状況を説明したくなっちゃうね。そうですね、いいね。挑戦的な映画としてね、挑戦的な映画として、ね、評価されそう、評価されそうね、いいね、いいですね。これは最初はずっともう一個買えばいいのにと思ってたけど、後半は買っちゃいけないなって思いましたね。そうですね、この人はもしかすると直木賞を取るかもしれないね、なんかね。なんかちょっと感じませんでした、なんかね、そうですね、そんな妻の造語に耐えながらとかさ、ね、お湯を注いだ自分の努力がすべて水の泡ですとか、なんか、猿もの引っかくものとかね、そう、なんかプロの匂いがしてるね。しかもなんかちょっと秘書の女性にとかって言われて、自分が秘書のいる立場にいるっていうこともなんかさりげなくアピールしてるから、匂わせている。続編楽しみにしています。リリー・フランキー坂井進さん、続編楽しみにしています。これすごいね、書こうと思ったら多分2時間くらいかかると思うよこれ。すごいですよ、すごい対策、ありがとうございました。江戸川区懲役230年さん、42歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。最近良さが分かってきたこと、最近になってようやく湯豆腐の良さが分かってきました。子供の時は夕飯のおかずが湯豆腐だと分かるとひどくがっかりしたものです。もっとパンチの効いたおかずが食べたいなと心の中でよく思っていました。あれから30年、私も薬味を効かせて湯豆腐を味わうことができる大人に成長しました。湯豆腐は年を重ねることも悪くないと思わせてくれる食べ物ですね。湯豆腐の良さが分かってきた。そうですね、意味わかんないと思ってましたもんね。そうですよね、醤油やネギを薬味としてお使いになりますよ ね、 ね、あの醤油やネギすらいらないなんて言って湯豆腐食べる人いますよね。もう仙人かと思っちゃいますよね、なんかね、えみたいな、あらみたいな、塩味もいらないのなんて思っちゃいますもんね。そうですか、大人。東京都初回版 Z さん、36歳の方、ありがとうございます。ありがとうございます。最近良さが分かってきたことは、学生時代グラウンドの外から学生の体育や部活動の様子を見るおじさんやおばさんが一定数いることが理解できませんでした。別に素人の運動姿を見なくてもと思っていましたが、今ならそのおじさんおばさんの気持ちが分かります。動ける若者って素晴らしいですよね。無駄のない体つき、軽やかな身のこなし、一生懸命な瞳、全て自分が失ったものです。それらが目の前で意気揚々と繰り広げられている姿はとても眩しく美しいと感じるまでになりました。ご時世的にジロジロ見るのはあまりよろしくないので、バスを待っているとき、ランニング中に横目でチラチラ見させてもらっています。みんな健やかに成長しますように。36歳の方、早くない？早いね、もうちょっと多分人生もうちょっと後ろの方のステージだと思うけど。いや、そうですね、私今言われて気づいたぐらいですから。あ、そうですか、本当にそうだなと思って、そうですよね、本当にね、体動かなくなってくるから、体をね、躊躇なく動かしてる人を見ると羨ましく思って見ちゃうんだよね、やっぱりね。見ちゃいますね、見ちゃう、見ちゃう、わかります。あなんて言ってね、あんな膝屈伸して大丈夫なんだとかね、とかね、あと学校にそんなに元気よく通えるんだとかね。いうふうに楽しそうに友達と ね、友人と話しながらこう投稿して、あんまりジロジロ見ちゃいけないんだけど、やっぱりでも、あら楽しそうと思う ね、なんかね、可愛いですよね、そう、わすごいフットワークが軽いなんて言ってね、なんかね、いいななんて思っちゃう。このラジオって何歳向けのラジオなんだっけ。そうでしたね、何なのこういうね、あれ良くないですよ、良く
ないですね。福生市のイゾルデの母さん、42歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。最近良さが分かってきたことは豆の美味しさです。小さい頃から豆類が苦手で、豆で苦手な子供多いですよね、うん、そうですね。小さい頃から豆類が苦手で、あんこなども完全に拒否して生きてきました。アメリカ人の主人はメキシコに近いテキサス出身のため豆がとても好きです。旦那さんがアメリカ人か。しかし生粋の豆嫌いの私は、新婚当初から私は豆は作らない、豆類全般嫌いだからと悲しそうな主人を横目に豪語してきました。ところが先日仕事で訪れた料亭で黒豆が出てきた際、残すこともできず、えいやと口に入れました。するとほのかに甘く、皮も柔らかく美味しく、とてもびっくりしました。いやいや、私は生粋の豆嫌いと思い、その時の思いはきっちり封印しましたが、その数日後にまた豆を食べる機会があり、いただいた白あん入りのお菓子を食べたところ、これまた美味しいのです。もう戻れない、豆美味しいかもと思いました。ただ今更これを変えてしまうのは、豆嫌いを40年豪語してきた私、人生の人生そのものを否定するような気もします。我慢させ続けてきた主人への示しもつかない。小さい頃からあんこを避け、出張のお土産を買ってきてくれた父や豆料理を避けてくれていた母へも今更言えないことです。先日スーパーで黒豆を見かけ、我慢できず購入してしまいました。主人には、あなたが豆豆っていつも言うから仕方なく買ってきたわよと良い妻感を押し付け、子供にはママは豆食べないけどさ、豆は体にいいからほら食べなさいと栄養を考える良い母感を押し付けました。そして家族の見えないところで私はむさぼり食いました。年老いた両親に今更豆が好きとはもう伝えないことにしました。混乱を与えては悲しいのです。ただ今後数十年一緒に暮らすであろう主人や子供たちにはいつ打ち明けるか悩んでいます。かまあね、なかなか自分をね、こうこれまでやってきたことを否定できないっていうね、そういうバイアスがかかりますね。そうなんですね。いや、わかります。そうですね、認めた方がいいと思いますけどもね。そうですね。ただこれも一人の生き方としてね、尊重しましょうね。いいよ、もうずっと豆嫌いって言いながら豆をこそこそ食べる人生がいいんじゃない。そうしますか。ね、わかる、なんか減ってるな、うん、なんかね、うん、体にいいから無理やり食べてんだ私なんて言いながらね、うん、そう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 、いいと思います。なんか落語の話になるみたいなねことですけどね。この方も文章力高い。そう思いました。何この方。来年芥川賞取っちゃうかもしれない。どっちかっていうとね、純文学の方で。たくさんのメッセージお待ちしています。メッセージの受付電話番号は 03-3584-0954、 ファックスの番号は 03-5562-0954、 メールアドレスは 21.@tbs.co.jp です。抽選で5名の方に日天ノート、3名の方にはカルピスセットをプレゼント。さらにメッセージを紹介したすべての方に、イラストレーター水川雅也さんの制作によるオリジナルポストカード、冬の日の2023をお送りしています。今日のテーマは最近良さが分かってきたこと、皆さんからのメッセージをお待ちしています。日天お出かけリサーチ、今朝は柳沢玲さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。埼玉県越谷市イオンレイクタウンで開催中の中華まん博覧会2023に来ています。こちら3年ぶりの開催ということで、11時のオープン前ですが、もう行列ができています。はい。100種類以上の中華まんが揃う中、富山県の越中まんをご紹介します。株式会社山吉の石坂浩一さんです。よろしくお願いします。はい、おはようございます。おはようございます。お願いします。おはようございます。今回初出展ということですが、ずっとこのイベントに出たかったそうですね。はい、この博覧会は中華まんの甲子園と呼ばれとって、つわものぞろいの博覧会出場できて嬉しいですよ。そしていろんな種に出会して楽しっちゃですね。越中まんは3種類ありますが、看板商品は白エビまんですね。はい、
他にブリマン、黒部、名水ポークマンと揃えておるんですけども、やっぱり深海1200メートル級の富山の富山湾の宝石と呼ばれている白エビを私ら1個あたり 7,8 匹使っとんがすよ、うん、で中身は白エビ、白菜、クワイ、タケノコ、シイタケなどで、こういったゴロゴロとしたことをものを中に包み込んでるんで、機械で包み込むともう潰れてダメになってしまうんですね、はい、ですので、手詰めするしかいけないので大変長いですじゃ。手で詰めているということで、ね、味付けはどうなってるの。そんなにあれですよね、塩味ですか、何ですか。え、ちょっとあの辛めのピリ辛味にしまして、ピリ辛味ね。え、そしてあの白エビの甘みがこう増してくるような味付けになっとんがですよ。いいですね、納豆がですよ。納豆がです。トンガ、一トンガ、ユートンガってやつですね。ナイス。でね、見た目もインパクトがあるんですよ。これてっぺんに、うん、まるでエビが白いクッションに横たわってるかのように、はい、丸ごと一匹トッピングされてるんです。おまんの、まんじゅうの上に。そうなんです。山頂という部分に、うん、これも当然手作業です。いや、よう聞いてくれたじゃね。いや、これこそ大変だったね。じゃあ、うん、白エビっちゃ長いヒゲが4本ぐらいあるんですけども、このヒゲ付きのまま乗せちゃったら、うん、エビのヒゲがにあの人間の白髪みたいに間違えてしまって、それであのパートのお母さんたちが一本一本ハサミで取っとんがえちゃう。そうか、そのくらいに、うん、手加えとんがですよ。髪の毛ついてると思われちゃうね。そうなんです、うん、そういったあの話も聞いたもんですから、そこら辺はちょっとあの手をかけて、うん、勘違いされないようにしとんがですね。はい、じゃあその手をかけて作っている越中白エビマン、いただきますね。はい、あ、ほっかほっか、いただきます。うん、おいしい、ね、白エビって高級品だよね。うん、皮もちもちでシャクシャク食感とうまみ、そう、高級品ですよね。こちら1個540円ですけれども、うん、コスト面ね。はい、それを言われると辛いところなんですけども、もともと白エビっちゃ高級の価格で取引されてるんですけども、うん、我々の越中マン開発した2年前からに比べると、もう白エビの全国的な需要とこれ世界にもやっぱり高まってきてるもんですから、もう倍近くになったのがですね、うん、でおまけに皮の小麦粉も値上がりしていますし、うん、ガス光熱費を含めるともう今も赤字状況なんですね。でも今回この会場で知名度アップするために、もう我々我慢しながら、でも皆さん喜んでもらえる笑顔を私ら期待して今頑張ってます。はい、はい、富山県ではサービスエリア、道の駅などで販売されているそうですが、実は東京でも買えるという噂も聞きました。はい、実は密かに、県外で唯一日本武道館の売店さくらというところで越中マンを売っていて、はい、しかも今月末からこの白ビマンも販売される予定ですので、ぜひお近くに来れた時には越中マン、見てやってください、食べてやってください。はい、今日はね、天気もいいですからね、たくさんお客さんが来そうですね。はい、11時オープンです。石坂さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、お待ちしております。待っとっちゃ。時刻は10時43分です。サバイテン日展、今朝の担当、赤荻歩美アナウンサーです。おはようございます。おはようございます。お願いします。それでは先週起こったニュースがわかる日展ニュースフラッシュです。まずは2月6日月曜日、トルコでマグニチュード 7.8 の地震が発生。死者はこれまでに2万8000人を超え、東日本大震災を上回る数となっています。9日木曜日、フィリピンの入管施設に残っていた特殊詐欺グループの男2人が日本に移送され、4人全員の強制送還が完了しました。10日金曜日、南岸低気圧の影響で東京23区や埼玉県に大雪警報が発表され、スリップ事故や怪我をする人が相次ぎました。同じく金曜日、テレビアニメサザエさんのタラちゃん役を1969年の放送開始から務めた声優、さすが貴子さんが今月5日に亡くなったことが分かりました。87歳でした。おしまいもおととい金曜日、コロナ禍のマスク着用について政府は来月3月13日から屋内屋外問わず個人の判断に委ねることを決めました。それでは今日お伝えするテーマはこちら、人工衛星より近く、ドローンより長く。またも中国の気球なのでしょうか。おととい、アメリカのアラスカの上空に謎の飛行物体が現れて、アメリカ軍が再び撃墜しました。正体はまだ分かっていません。
そして先ほど入った情報ですが、昨日カナダの上空でも新たな飛行物体が発見され、トルドー首相が撃墜したと発表しています。これでアメリカで2つ、カナダで1つ撃墜したってことですか。そういうことになりますね、はい、でこの1回目の騒動ですけども、これ先月末でした。アラスカ上空で中国の気球が確認されました。でその後気球は南下してカナダと国境を接する北西部アイダホ州から再びアメリカの領空に侵入で、バイデン大統領が撃墜を命じました。ただ撃墜するとなると地上に被害が出る懸念がありますので、すぐには撃墜せず追跡。気球は5日をかけアメリカ本土を横断しました。ですから東海岸のフロリダ半島の北、海に出たところでアメリカ軍 F-22 戦闘機が撃墜というんですね。まあ、ちょっとアメリカの地図を思い浮かべていただきますと、こう左上の方から右下の方にこう斜めに気球が横断したという形になりますね。で中国は気象観測用だ、でアメリカはスパイ目的の気球だと主張する中、先週アメリカ軍は回収した残骸から通信を傍受するアンテナを発見したと発表しています。さて中国といいますと、今や世界有数の軍事大国ですけども、仮に偵察用ならば人工衛星とかドローンもあるのになぜ気球なのか、ちょっとそこに注目をしました。中国の軍事事情に詳しい笹川平和財団上席研究員小原凡司さんに聞きますと、理由は2つです。まずは抜群の対空時間。人工衛星の場合ですと地球の自転に合わせて動くので、上空にいられるのはせいぜい数分間なんですって。でドローン、これは長くておよそ20時間です。一方中国の気球には太陽光パネルもついているので、パワーを補給しながら2週間は偵察ができるということですから、まあ、抜群に長いわけですね。でメリットの2つ目は偵察衛星よりも近いところで情報が取れるということです。近いという意味ではドローンも同じなんですけど、気球は加えてですね、レーダーに映りにくいそうなんですね。でこうした人工衛星とかドローンが不得意な部分を補うという意味で、中国のほかイギリス軍など世界で再び気球への熱が高まっているというふうに言われているんですね。まあ、偵察用なのか観測用なのか、まあ、真相は分かりませんけれども、今回中国の気球はジェット気流、偏西風に乗ってアメリカに到達したと見られています。こうした中ですね、同じ方法を使ってアメリカを目指したおよそ80年前の計画がにわかに注目されています。舞台は日本なんですね。風船爆弾です。時は太平洋戦争末期の昭和19年、旧帝国陸軍気球連隊というのがあったんですね。でその計画っていうのは、爆弾をつけた気球を飛ばして太平洋を渡りアメリカ本土を攻撃しようというもので、当時日本の研究者が世界で初めてジェット気流の存在を発見した、つまり日本しか知らない気流を使って、まあ、50時間かけて太平洋を渡るという計画だったんですね。で実際に千葉県の海岸からおよそ9000個が放たれ、そのうち数百個が本土に到達し数名の犠牲者が出たという記録もあります。アメリカ本土に到達したということですね。そういうことになりますね、はい、でこうして軍事の世界とはまあ密接に関わってきた気球なんですけど、アメリカはですね、日本を含む40以上の国に中国は同じような気球を飛ばしていると発表しています。で実際に3年前ですね、仙台で今回と同じような姿の気球が目撃されて騒動になりました。あの時は中国の偵察気球だっていう話にはならなかったよね、はい、よくわからない不明なものだっていうことでしたよね、まあ、追跡しましたけどスルーしたっていうね、うん、ことだったんですけど、じゃあ次に日本の上空に現れたらということで、今回の件を受けて浜田防衛大臣は撃墜も可能との認識を示しています。で今回アメリカ軍はミサイル一発で撃墜しましたけど、じゃあもしもの時日本がアメリカと同じことができるのか、そもそも撃墜がこれ必要なのか、そのあたりとても考えさせられる騒動でもあります。また戦闘機で気球撃墜するってなんか技術的に難しいみたいですね。なんかね、はい、なかなか難しいゆっくり動いてるんで逆にというニュースは見ましたね、はい、今朝の担当赤荻歩美アナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いい天気ですね。いい天気ですね。昨日もいい天気でしたが、今日は昨日よりもさらに気温が上がるということです。東京では15度近くまで最高気温予想が出ています。現在
スタジオのあります赤坂、気温11度さらにまた上がるってことですね。気持ちいいですね。風もないですしね。そうですね、はい、ただ火曜日からまたぐんと気温が下がると、冬に戻るということです。はい、残念でしたごめんなさい、残念でした。別にね、ちょっと風邪ひかないようにしてください。そうですね、本当に最近良さが分かってきたこと、兵庫県伊丹からいただきました。ありがとうございます。伊丹市の伊丹 C さん、ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね、伊丹 C さん、いいですよね。最近良さが分かってきた頃、最近良さが分かってきたこと、若い頃から髪の毛の量が半端なく多かった私は、美容院で髪の毛を乾かしてもらうときには必ず髪の量が多いですねとか、一本一本ごっついですねと、決して褒め言葉ではなくうんざり気味の声で言われているのがとても嫌でした。今井美希の髪型に憧れてゆるふわパーマを当てたらクリスタルキングになり下がる始末です。細く薄い髪の毛になりたいとずっと思っていました。しかし年を取り、更年期も過ぎ老年期に入ると、どんどん髪の毛が抜けてゆき、毛量はすっかり半分くらいになってしまいました。自分としては分け目が気になりだしているのですが、美容師さんはちょうどいいですよ、この年ならまだまだ多い方ですと言ってくれます。目鼻立ちの増作はもうどうでもいい、シニアは髪の毛と肌質の年の差が出ると言われるので、シニアは髪の毛と肌質に年の差が出ると言われるので毛量が多くてよかったなと今更ながら思えるようになりました。この後の歯や骨が丈夫かどうかの年齢に突入するまでお手入れを怠らないようにしようと思います、ということですね。いいじゃないですか、そう、髪の毛たっぷり、あとはもう比較で人はやっぱり見ちゃうから、若い人の横に行かないっていうのが一番のポイントですよね。ね、安住さん常々言ってます。おっしゃいますね。比較、人間は、ね、比較でしか物事判断できないっていう愚かな動物だから。そう、自分より若い人の横に行かない、自分より綺麗な人の横に行かない、もうそれだけで全然違いますから。全然違いますから。私も自分よりなんかこう技術が上だなって思うアナウンサーの前行ったらもう黙りこくるから、でもね、そんなこと一切喋らない。安住さんにもあるの？全然全然、もう古舘一郎さんの前ってことはもう一切喋らないでも、つってもうそのとこ喋ったらもう自分の技術のなさがバレちゃう。一切喋んない。で古田さんが、なあずみくん、なんか具合悪いのなんつって、あんまり、みたいな、つうか、ふやむや言っちゃったりとかして、もう全然、もう全然喋んない。あら、大事ですよね。11時台にまたメッセージ紹介します。安住紳一郎の日曜天国。目には目を、歯には歯を。庭には庭鶏を。お聞きの放送は TBS ラジオ AM954 FM905。 時刻は11時です。この後は今日のゲスト、作家川崎明子さんをお迎えします。お楽しみに。それでは今日のゲストです、作家川崎明子さんです。おはようございます。あ、おはようございます。川崎明子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。川崎さんの漢字は山水の大きな川の方に、先は山辺に立つに可能の可で、そして季節の秋で明子さん、川崎明子さん。プロフィール今から紹介しますが、ちょっと気になる点が出てくると思います川崎明子さん、1979年北海道別海町のご出身です。学校卒業後、ニュージーランドで羊の飼育を1年間学び、帰国後実家の牧場の一角で飼育出荷を始めます。羊を飼う傍ら、30歳になったことをきっかけに執筆活動を始め、2014年馬1頭と北海道開拓に挑んだ青年を描く愚風の王が三浦綾子文学賞を受賞、2022年締め殺しの木で直木賞候補になるなど、気鋭の作家として注目されています。羊飼いだったっていうことですね。羊を飼ってたってことですね。はい、はい、羊を飼ってました綿羊業って言うんですか、牧羊業って言うんですか、なんでしょうね、牧羊業と正しくはあるんでしょうけど、大体羊飼いで大体イメージもしてもらいやすいですしね。はあ、ご実家が乳牛ですか、牧場。あ、はい、乳牛の酪農業をやってまして、はい、その一角で、まあ、区切って羊を何十頭か飼ってました。そうですか。日本で
羊育てている人は仕事でやってる人ってのはいるんですか？他の農業と私みたいに兼業でやってる人は結構いるんですけども、はい、専業でやってる人ってなるとまあ10名20名ぐらいになるんじゃないですかね。日本全国で少ないんですね。なんかね、あの観光地とか行くと羊がなんかこういっぱいいる飼われてって、なんかこう、うん、なんだろう、マザー牧場とかのイメージがありますけど、本当に羊のお肉とか毛を出荷している牧場っていうのは国内にはほとんどないんですね。そうですね、非常にレアな職業かなというふうに思います。そうだったんですね。でそれを川崎さんがなんでやろうかと思ったってことですけどね、もともと羊飼いになろうと思ったのはどういうきっかけだったんですか？ですね、学生時代にですね、もともとはあの普通の文系の大学、札幌の大学に通ってたんですけれども、はい、なので就職も、まあ、その辺で普通に考えていたんですが、まあ、そのちょうど就職氷河期の時代でして、はい、自分のそのやるべき仕事は何なんだろうということをものすごいこう自己分析とかやるじゃないですか、はい、でいろいろ考えまして、でそんな折にその大学の先生方で、はい、その食べるのが好きな先生方に、その自宅のバーベキューに呼んでいただいて、でその北海道内 の, その生産された子羊をこう取り寄せて、はい、炭火焼きをしたんですね、バーベキューで、それがすごく美味しくて、はい、あ、こんな美味しいお肉自分で生産できたらいいなとすごいシンプルに思いまして、これは、まあ、自分の仕事にしたいなって思ったってことですか？そうですね、これをやりたいと思いまして、はあ、行動力がねすごいですよね。確かに美味しいで終わらなかったですね、うん、そうですよね。美味しい羊肉を出すレストランを探してみようって言うんだったらねまだ分かりますけど、自分で育ててみようと思ったということですね。で2019年で一度農業の方は一度区切りをつけたということですか？あ、そうですね、その羊飼いをやってから始めたその小説を書いていたお仕事が、はい、そちらの方がちょっと忙しくなりまして、でバランス的に、まあ、両方やってたら忙しすぎてこれ死ぬなと思いまして、まあ、それなら羊は一旦休むなりして、はい、まあ、今はその執筆の小説を書く仕事の方を優先すべきだなと判断して、はいはい、羊の方は一旦お休みしました。そうですか。羊を飼うのって相当大変なんですか？大変ですね、まあ、生き物ですので、実家が酪農だったので365日ずっと世話しなきゃならないっていうのは同じではあるんですけれども、やっぱりその羊特有の大変さみたいな毛刈りですとか、あと毎年冬の寒い時期に分娩するので、それの解除とか手助けしたり哺乳をしたりですとか、そういったちょっと特有の大変さはありましたね。そうですか。じゃあまたいつかあれですね、羊飼ってみたいっていうか、そうですね、また羊飼いたいなと思ったらまたそのうち飼い、まあ、飼い始めるかもしれません。そうですか。さてそれでは川崎明子さんに今日お話しいただくテーマ、こちらです。羊飼いのバラッド、まずは一気に紹介します。羊飼いのバラッド、その1、きっかけはバーベキュー、その2、テリーさんの頭突き、その3、ゆきちゃんって呼ぶな、以上の3つです。一つ目はきっかけはバーベキューということで、先ほどもお話ありましたが、このバーベキューで食べた羊肉が美味しくて、よし私も羊を飼ってみようと、はい、と思いまして。その先生は羊肉詳しかったんですか？いや、そんなでもなかったんですよね。で私とかその若手がいろいろこう探してみると、北海道内でその羊の肉を生産しているところがあるっていうので、はい、でこうお願いしてお肉を取り寄せて、はい、で焼いて食べてみたら美味しかったっていうそんなに違いますか？そうですね、今はその 冷蔵とか冷凍とかの技術で輸入のものもすごく美味しいの多いんですけれども、やっぱりその地元 その草でもって育てた、でこだわって作った羊肉っていうのはすごく特有の美味しさがありましたね。やっぱりジンギスカンで食べるんですか？あ、ジンギスカンも美味しいんですが、その時は本当に塩コショウとか、がシンプルなものが美味しいですね。それだけで、北海道ってのは羊肉はほとんど生産してないんですよね？生産、そうですね、いろんな羊飼いの人頑張ってはいるんですけれども、あの北海道のまあ有名なジンギスカンっていうのは大体 99% ぐらい輸入肉と考えていただいた方がいいかなと思います。なんで北海道名物になったんでしょうね？
そうですね、もともとはその明治期以前までは羊ってほとんど日本にいなかったらしいんですよね、はい、でそこがまあその文明開化でもって西洋式 の, その軍隊を作って、はい、でまあ、時にはその北の方の国とも戦争しなきゃならないという時に軍服を作らなきゃいけないということで、はい、ウールが必要になったらしいんですよ。なるほど、防寒着として、防寒着として、はい、でそれで北海道でに大規模にその最初は輸入をして羊を飼育して繁殖させてっていうので何百万頭っていう単位で生産をしてたんですね、はい、でそれを賄っていたと。なるほど、ウール目的だったんだ。最初はそうです。まあ肉は二の次。それで、まあ、戦争も終わったんで羊毛よりも食べ物だろうということでお肉として食べたらそれが定着したみたいなことなんでしょうか。そうですね、まずその国産のウールの需要が昔ほどではなくなったっていうのと、その輸入 の, その関税が羊肉も羊毛も撤廃されてしまったので国内で作るメリットっていうのがなくなってしまったんですよね。なるほど、じゃあもう羊のお肉は輸入した方が安いだろうということ。そういうことになって、まあ、それがいろいろおいしい食べ方ですとか、うん、その昔残っていたその北海道の羊のおいしい肉の食べ方とかを追求していった結果現在 の, そのジンギスカンがあるわけです。なるほど。川崎明子さんは羊多い時で何頭くらい飼育されてたんですか。一番多い時で50頭ぐらいですね。50頭、ちっちゃい方ではあるんですけれど。そうですか。どうやって羊って生活してるんですか。とですね、いろいろ飼い方はありますが私の場合は放牧地の端っこにその畜舎、羊舎を作って、はい、で日中はその草を食べさせて、はい、で夜になるとおいでやつめーって言って呼ぶとめーってこう来るので、で畜舎の方に夜入れて、でまた朝になったら出してっていう生活でしたね。でそれぞれの個体のなんかこう牛みたいにここにつながれておくみたいなスペースはあるわけじゃなくても全部一つこう茶の間みたいなところにザッと入れる感じですか。あ、そんな感じの集団生活ですね。集団生活。喧嘩はしないんですか。時々してましたね。してる。はい、牧羊犬がいたわとかはないんですか。あ、使ってるとこもありましたが、うちは使ってなかったです。川崎さんのめーって結構声で分かるんですよね。家族の他の家族とかお客さんとかが同じようにめーって言っても、うん、知らんぷりして、うん、で私がめーって言うと餌をくれる人の合図だっていう。なるほど、食事の時間だと思って食事の時間だと思ってで戻ってくるんですね。可愛いですね。でも結構大きいですよね。そうですね、大きいものになるとだいたい120キロぐらい生体でなるので。120、はあ、お相撲さんですね。お相撲さんですね。それを毛刈りの時はゴロンってこう転がして押さえて、ウィーってこうバリカンで毛刈りして。一人でやるんですか。大体一人です。すごい。へえ、あれ羊って人間が毛刈りしないとダメなもんなんですか。あれもともとどういうことになってるんですか。原種に近いやつだと年に一度自然にこう冬毛抜けてたらしいんですけども、だんだん人間が改良するに従って、はい、その人間が買ってやらないとダメになるっていうので。ものすごい、じゃあ毛量が多い。毛量が多い。たまにそのニュージーランド、オーストラリアとかで何年もその毛刈りから逃げ続けた羊とかが発見されると、塊ですね。雪だるまみたいな。雪だるまみたいのがでこうウィーンってこう刈るとすごいスリムになるっていう。そうか、人間がねウール取るためにやっぱり毛の多い羊の子孫ばっかり残したから、そういうことなんです。剛毛ばっかりになっちゃったから。そういうことなんですよ。逃げ続けると大変なことになるんだ。いやー、そうで、さて作家川崎明子さんにお話を伺っていますが、羊飼いのバラと2つ目はテリーさんの頭突き、これは何でしょうか。それはですね、テリーさんというのは羊の名前なんですけれども、はい、羊はオスメスで分かれているうち、その種オスっていうのがちょっと特別な存在なんですね、で羊の繁殖はオスメス1対1ではなくて、オス1頭に対してメスが何十頭、多いので100頭とか、はい、そんな形になるので、そのオスを、いい種オスを選抜することによって、その群れの質がいい悪いも決まってしまうので、でその種オスをこう外部からいろいろ導入したりですとか、はい、まあ、他の羊飼いさんたちと交換したりするんですけれども、そのうちの一頭、まあ、私の羊飼い人生の中で一番印象強かったのがテリーさんという種羊でした。群れはもうほとんどメスだけ。ほぼメスですね。でそこの集団に
まあまあ、テリーさんをお呼びして呼んで、であの年にその繁殖の時期に一緒にして、はい、で群れにするんですね。出産の時期計算して、じゃあ今交尾するならテリーさん全部お願いしますみたいなことで、そんな形でテリーさんは全員相手にできるんですか？あ、基本的にできます。すごい。いや、哺乳類界の中で羊が一番すごいって話はね、聞いたことあるんですが、もう1頭のオスで200、300いけるって、なんか、はい、これ本当ですか？そうですね、高くていいやつだとそんぐらいいきます。あら、その代わりもそういうのはエリートで、ね、オーストラリア、ニュージーランド、セリーとかで何百、1頭何百万とか、何百万で、はい、で買ってきて自分とこのメスの羊の群れに一滴間入れると、はい、受胎率 100% ぐらいでもう全部メスが子供宿すってことなんですか？そういうことですね。すごい。なんかやっぱり生命体としてすごいですよね。生命体として、草食系男子ってどういうことっていう。そうですよね、羊って結構キリスト教とかでも敬虔な、あ、そうですね、うん、ですよね。ではあるんですけれども、まあ、それは繁殖力が強いというのは、まあ、家族をたくさん作るって、ね、まあ、言葉って便利で。すごい。テリーも1日2日で全部妊娠させるんですか？大体2週間か1ヶ月ぐらいは念のため入れておきますね。はあ、もともとテリーさん、まあ、穏やかでいい種羊だったんですよ、はい、その繁殖の時期以外は1頭別のところで私が毎日餌をやって、はい、でテリーさんって言ったらめーって帰ってくるような羊だったんです、うん、気持ちが優しい、でまあ、その一番最初にこのメスの群れの中に入れると何していいか分かんなくて戸惑ってて、はい、テリーがですか？テリーが、でテリーさん可愛いなと思って見てたんですけどもまあだんだんそのメスと仲良くなりまして、でしばらくするともう完全に性格が変わってたんですよね。今まで穏やかだったのが、私がテリーさんって言うとこうギッと睨むような。でたまたま私がその餌をやりにこう入ってて、で背中を見せてたんですね。でそしたらいきなりドーンと尻をつかれまして、頭突きされまして、で何だろうと思ったら、もう闘牛みたいな感じで、テリーさんがカッカッて前足でこう怒ってんですよ。やる気だ、やる気なんですよ、俺の群れに入ってくんなって。あ、もう芽生えちゃって、その芽生えちゃって、そう、やっぱりメスたちに信頼されてる時間みたいなのがあると、自分の自覚みたいなのが芽生えてきちゃう、自覚みたいなのがその羊のオスとしてのテリトリーを守るっていう所有欲と、そのテリトリーを守りたいっていう、そういうオスとしての縄張り意識とが合わさって尻をどつかれました。あら、あら、でも120キロぐらいな、個体が後ろからドンってくるから危なくね、いや本当に怪我する人とか普通にいますからね、羊飼いで。草食動物ね。あとはあれですか、父親の羊の血統ってのはやっぱり子供にかなり出るものなんですか？出ますね。出ますか。はあ、でやっぱりそのどういうその羊の群れを残したいかによって、はい、そういうそのどういう種羊を選ぶかっていうのが決まってきますので、例えば欧米とかオーストラリア、ニュージーランドなんかだと、羊の肉で大体重宝されるのってもも肉なんですよね。そのフレンチとかの一番その高級な料理として扱われるのが羊のもも肉のローストとかだったりするので、なのでできるだけその種羊を選ぶときも太もものがっしりした、お尻のがっちりしたものっていう風になるんですけども、日本の場合はロース肉の方が珍重されるんですよね、はい、でロースの骨付きのよくお皿にこう美しく盛られているような、であっちのロースの方が大事になるので、種オスとしてはその背中が長い、はあ、ロースの肉ができるだけいっぱい取れるのを選ぶようにっていうようないろんな基準がありますね、面白いですね。胴長さんがいい、胴長さんがいいんですよ。あとは羊肉というと、私たちはラム肉とマトンを知ってますが、はいはい、ラム肉ってのは子供2年以内でしたか？大体1年か10ヶ月かそこらまで、10ヶ月そこらまで、でマトンは大人、大人、ね、2年以上とかですか？はい、厳密に言うとそのいいとこ取りのその間の若いホゲットっていうのもあるんですけれども、食通がね最近ね、ホゲットホゲットって言いますね、美味しいんです、ホゲット、ラムとマトンの間、ラムとマトンの間ですね。でメスオスはどうしてるんですか？メスの方がうちの場合はできるだけ数を増やしたかったので、メスはすべて繁殖として残して、はい、オスの羊っていうのは子羊のうちにその去勢をしまして、はい、で肉にするために育ててからラムとして出荷していました。
じゃあラムはほとんど去勢したオスが多いですね。でマトンはじゃあ繁殖用で頑張った後のメスとかそういうことになるってことですか。そうですね、牛でいうと廃用牛とかそういった括りになるんですけど、それはそれで美味しいんですよ。でこれも話聞きましたけど、羊の去勢、睾丸がまたすごいらしいですね。そうですね、ごめんなさい私この話ばっかり。そうですね、そのさっき安住さんおっしゃったように、一頭でその種オス1頭あたりメス200、300とかとかいうことになるので、その体の比率のうちの睾丸のサイズっていうのがもう羊は生物の中でトップクラスに大きいんですよね。まあ、ヤギなんかもそうですけど結構大きいものですから、生物界の中でその比率が異常に大きいという。大きいですね、はあ、見たことないから分かんないですけど、まあ、ちょっとレアなこともあり、もしなんかあの画像検索かなんかで明らかに分かりますか。明らかにそれ見ると、あ、タネオスだなっていうの分かりますね。へー。でやっぱりそのタネオスとして残すのはその睾丸は残すわけなんですけれども、はい、その睾丸が残っていると男性ホルモンが出ちゃうんですね。でお肉として食べるのはその男性ホルモンがお肉の邪魔をして硬くなってしまったりですとか、はい、うん、ちょっと筋っぽくなってしまったり、はい、お匂いがついたりっていうことがあるので、お肉として残す場合のオスっていうのはその去勢をしなきゃいけなくなるわけです。去、はい、勢は大変な作業なんですか。作業自体はそんなでもないですね。だいたいその断尾、尻尾を切る、まあ、切らない羊飼いさんもいるんですけども、だいたいそれと一緒にやっちゃうその専用の小さなゴムがありまして、輪ゴムですね。でそれを尻尾とそのオスの場合は睾丸の根元にパチンとこうつけるわけなんですよ、はい、でちょっとかわいそうではあるのでやらない国もあるんですが、はい、まあ、うちの場合はそのゴムをつけて、だいたいその、まあ、最初20分30分ぐらいはちょっとかわいそうなんですけど、まあ、羊も痛いということで悶絶したりとかしてるんですけれども、うん、はい、まあ、大体少し時間が経つとまた元気になって、はい、でそのゴムのところはそのまんまゴムしたまんまにしておくと、はい、大体2週間ぐらい経つと根元のその組織がこう痛みもない状態で壊死していくんですよね、はあ、でとある時にポロッと尻尾もその睾丸の方も取れていくっていう。あ、別にメスを使うわけじゃなくて普通に根元縛っとくと壊死、はい、してポロンと取れちゃう。ポロンと取れちゃうんですね、。だからその取れるタイミングになるとその羊の声にガラって入ると、そのポトンポトンって尻尾とそのしなびた睾丸がこう落ちてて、でカラスがそれを狙ってるっていう。ねえ、あれですよね、あの知らないことが部外者がね聞くと。本当にあの、へえって思っちゃうんですけど、皆さんにとっては日常、羊飼いにとっては日常の風景なんですよね。そうですね、問題なく取れましたということで。よかったよかったってこと。これが取れてないと大変なことになるので。そうですよね。そうだそうだ。でもそれで取れるのも不思議ですね、なんかね。そうですね、いろいろ長年のその、まあ、日本の歴史は短いんですけど、欧米の歴史、羊飼いの歴史は長いので、それが一番、まあ、効率よく、しかも羊に痛みがなくっていうことで定着してます。川崎さんのところは50頭でしたけど、ニュージーランドとか行くと本当何百頭何千頭といるところもあるので、その尻尾を切る季節と去勢する季節はきっと相関でしょうね。大変でしたね、私 の, そのお世話になってたその牧場がだいたい一家族で2000頭ぐらい飼ってるので、でその春になると何百頭って子羊が生まれるわけなんですけれども、それをこう家族みんなでこう端っこに追い込んで、その子供とその親をこう引き離して、でベルトコンベヤーみたいなのにこう羊を固定するんですね、はい、でそれでこうガーっていってその、まあ、ゴムをパチンとやったりですとか、はい、あとこうワクチンを安全なワクチンをこう接種したりとか、そういったのをこうやってまた次の畑行ってっていう、はあ、2、3日かけてましたね。2、3日、ね、いや羊肉ね、皆さん美味しく食べますけど、こういうね、まあ、羊飼いの皆さんの作業があって美味しい肉が皆さんの元に届くということですね。いや羊が意外にオスがやり手だっていうことは驚きました。やり手です。生物界においてだってあれですもんね、体の大きさに比しての睾丸の要は玉が大きいってことですよね、まあ、そういうことですね。なんか私はタヌキとかのイメージがありましたけど、なんかね、全然草食男子じゃないっていうことですね。そういうことですね、そうですね、草食男子は去勢された方のイメージかもしれませんね。川崎明子さんにお話を伺っています。羊飼いのバラとおしまい3つ目はゆきちゃんって呼ぶな、これはどういうお話でしょうか。あ、
ですね、私放牧の羊飼いをやっていたものですから、夏とかこうその牧草地にこう羊を放して、まあ、白い点々とこう、はい、で子供のいる時期だと子羊も一緒にいて点々と言って、で、まあ、たまにその道路のところに車を止めて写真撮ってくれる方がいるんですよ ね観光客がね、別に勝手に撮って、まあ、中に入りさえしなければ勝手にしていただいていいんですけども、はい、まあ、羊年の前の年だと年賀状用に撮らせてもらっていいですかとか、まあ、それは可愛くていいし、まあ、できるだけ協力はしてるんですけども、はい、ああゆきちゃんって言って感動される方がいるんですけども、ゆきちゃんってあのヤギなんですよねあのアルプスの少女ハイジの、そうそうハイジのゆきちゃんが本当にいるって、おっしゃるんですが、あれはヤギでしてちょっとそれは川崎さんも作業の手休めてちょっとあれですね、一言言いたくなりますね一言言いたく、まあ、飲み込んだことも言ったこともありましたけれどですね、羊とヤギは似てるようで全く違うので、先ほどの繁殖の話もありましたけども、はい、大体あのヤギも繁殖能力に関してはほぼ同じなんですが、そうですか、普通の時の性格が羊とヤギって結構違うんですよね、羊の方はまあ普通にメーとおとなしくしてるんですが、はい、ヤギって結構アグレッシブ で結構攻撃的ですので、人間になれるともうなんか肩に乗りたがるわ、蹴ってくるわ、噛みつくわで性格がかなり違うので、ヤギにはヤギの良さがあるんですが、まあ、羊飼いとしては区別して子羊に関してはヤギちゃんと、あ、ユキちゃんと呼ぶのはやめていただきたいと、なるほど、現にお願いしたいところですね似てるわけでもないんですか、似てはいる、まあ、似てはいるんですよ、まあ、の子羊はそんなにモコモコしてないので、はい、確かにね、あのこのくるんとこう内側にこう巻いたあの羊の角をイメージしちゃいますけど、はい、日本とかにいる羊はあんまりいないですもんね、あの内巻き角の、種類としてはあまりいないんですよね、大体そのウールマークに書いてある、あの、ね、ウールマークに書いてある、大体あれはメリノっていうモコモコのやつが多いですけど、日本にメリノそんなにいないですしね、川崎さんは羊年になると年賀状の羊のイラストとかにもいろいろ気になることあるんじゃないですか。チェック入れたくなってしまいますね。この顔の黒い羊でこの骨、この長い、うん、その角があるまではこの種類だからいいとして、うん、このな長いまっすぐな角の、うん、羊はいないとか。いないとか。チェック入れたくなりますね。チェック入れたくなりますね。改めまして、今日はゲストに作家で元羊飼いの川崎明子さんをお迎えしています。川崎さんの新刊成城島が双葉社より税込み1980円で発売中です。戦後復興期に北海道礼文島で相次いで発見されたエキノコックス症、未知の感染症と戦った若き研究者と島民の奇跡を史実をベースに描き切った大作です。ぜひお手に取ってみてください。北海道礼文島といいますと、ちょうど稚内沖に利尻礼文ありますけれども、礼文島でこういったエキノコックス症が見つかって、そしてかなり悲しい歴史があったというのは北海道の人でも知らない人が多いですね。そうですね、私も結構大人になってから知って、こう、ああそんなことがあったんだとちょっと感銘を受けて、それが執筆の動機になったところありました。そして今は新型コロナのこともありまして、感染症の考え方というのが皆さんそれぞれいろいろきっかけあると思いますが、そういうことを含めてこのエキノコックス症というものに対しての理解が深まるといいですね。そうですね、もともとはその一番最初に書き出した時はまだ新型コロナとかはなかったんですけれども、書きながらその実際にその現実の問題として感染症が出てくることがありまして、はい、それによってこう当時の人たちは当時の環境でどういうふうに考えて、どういうふうに対処していったのかっていうのはすごく、まあ、掘り下げて書けるきっかけにはなったかなと思ってます。そうですね、キツネや犬などが収縮種になる可能性があってということで、はい、北海道だけかなと思ってたら最近は埼玉とか愛知の方でも見つかったということで、これは今後多分日本列島全部に広まっていくだろうなという推測ですよね。そうですね、いろいろ、まあ、人間のその対策も過去のことを踏まえましていろいろなことができるかなと思いますので、はい、まずはその個人のレベルとしましては、まあ、ベーシックなことなんですけれども、野山の生水を飲まないですとか、はい、
キツネに触れない、野生動物にこう むやみに触れないとか、消毒ですとか、そういった基本的なことをいちいちこう守っていくのが大事かなと思います。はい、そうですね。潜伏期間が20年ぐらいあるんですよね。結構長いんですよね。いつの間にかこう、ただ今は血液検査で感染してるかどうかっていうのが事前に分かるので、そうですか。それで薬で抑えたりっていうこともできますので、はい、もしあの心当たり、まあ、野山で活動されることが多い方は受診されるといいかなと思います。今日わざわざ北海道からお越しいただきまして、楽しいお話でした。今は羊じゃなくて猫飼ってるって2匹留守番してます早く帰らないとね。そうですよね。待ってますね。待ってますね。今日はゲストに作家の川崎明子さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。安住紳一郎の日曜天国、運転中の方も多いでしょう。よそ見をしては危ないよ。運転中と婚約中。お聞きの放送は AM954kHz、 FM90.5MHz、 TBS ラジオです。天気のいい日曜日です。スタジオのあります赤坂、現在気温が13度まで上がってきました。このあとさらに気温上がる見込みです。3月下旬の暖かさということです。最近良さが分かってきたこと、皆さんからメッセージいただいています。この方は横浜市の米油さん、45歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。先ほど若い方々の姿を眺めている人の気持ちが分かってきたというメールを聞き、心から同意し、似たようなことが自分にもあったなと思ったのでメールをいたします。はい、それは工事現場の工事内容の看板や工事しているところを金網越しにずっと見ているおじさんたちの存在ですだいぶ前、子供の頃から若い自分にかけて、あのおじさんは何が楽しくてじっと見ているのかな、何かを見張っているのかなと心底不思議でした。それが今45になってみて、工事をしている現場があると、どんな計画から物を用意してどんな工程でやってるのかなと気になり、日を置いて見られるときは、この間あれをやっていて今ここまで進んでいると感心したりワクワクしたりです。つい先日も近所の公園で大規模な改修があり、入り口の一部も自動遊園も封鎖されて、がっかりポイントなのにフェンスに貼られた工事内容や業者の名前を見て、はっきり言って心が躍りました。これからその過程を見るのが楽しみです。45歳の方ですね。確かに関わってるいろんな人たち、計画作った時のこととかを想像して、うん、なんだかグッときちゃうんですね。そうですね。もう私も最近は工事現場の看板とか見ると、この工事を依頼した人っていうかあるよね、なんかね、あのその人の名前見ちゃったりとかするよね。でなんかなんかいろいろな、なんかその、なんだそういう、なんかなんとかアセットメントみたいな、そういうなんか漠然としたなんかあの、出資者だとなんか、分かりづらいみたいなね。なるほど。もうちょっとなんとか商店とかね、書いてほしいと思うね。あのその世襲さんの名前がね。そうそう、世襲さんの名前がね、なんかね、確かに、ありますよね、なんかね、杉本カバン店とか書いてほしいのにさ、想像しやすい、想像しやすいのになんかね、なんとかインダストルメントルアセットメントみたいな、あ、なんかいろんな人がお金出し合ってるやつだ。つまらない、つまらない、つまらないね。わかりやすく書いてほしい。前私あの青山の方でちょうどいい抜け道、路地があったんですよね。行きたい場所から行きたい場所に行けるところ、はい、ちょっと説明難しいんですが、ちょっと込み入ってんですけどね。表参道からちょっと青山の方にずれたところなんですけど、ちょっとこう小道をつないでいくと上手に行きたいところに出られる場所があって、なんかそこをなんか大きなマンションなのか総合ビルみたいなのを建てるってなって、その工事現場を肉しげに見たわけですよ。はい、一体誰だこんなところに私たちのこの小さな幸せを紡ぐような大資本はなんて思ってね、許せないなと思って、あの一番下に摂取みたいなの書いてあるでしょ、摂取みたいなのが書いてあったらさ、私の高校時代のさ、ちょっと関係のあった女性が書いたって名前がバサッと書いてあって、その人はなんかすごく出世してさ、そういうなんか悪い不動産投資会社のなんかそこそこのポジションに入っててさ、でなんとかすんとか、悪巧みアセットメント、人々の庶民の喜びをむしり取る悪巧み金のことしか考えてないアセットメント代表なんとか
なんとか課長代理かなんかよくあるんで、なんとかするとかって許さんと思って一生かけて許さんそんなことが、うん、あらまあ、いろんな気持ちが混じり合っちゃってね、いろんな気持ちが混じっちゃってさ、すごかったよその時、もう15年ぐらい前だったけど、すぐ写真撮って送ったよね、うん、これはあなたの仕業か、つながりがあってね、何を考えてんだっつって、私は港区で働いているサラリーマンの一人としてここの再開発は許しがたいぞなんて言って、どういう気持ちでこんな土地を買収してやってるんじゃって言って、うん、悲しかったよ本当、あるよねそういうね、ここにこんなもの建てちゃいかんみたいな気持ち、まあいろいろまあ分かりますよビジネスのことはね、うん、まあそうなったんだろうなと思うけどさ、あー許しがたいと思った、信じられないと思った、そんなさ人々の幸せをむしり取る悪巧みアセットメントで働いてるなんて信じられんと思った、しかも名前出しちゃってさ、ちょっと珍しい名前だったらすぐ分かった、そうですか、許さん、お返事ありました、え、お返事ありましたよ、うん、変わりませんね安住さんなんつってさそうだよっつって、あですか、くあ思い出しちゃったすーげー思い出した、どうかお気持ちを入れ替えてあそうですか、いやもっと喋りたいこといっぱいある、くー喋んない方がいいね、よし、良さが分かってきたこと、最近良さが分かってきたこと、良さが分かってきたことそうね確かに、うん、腹立ってきた、すいません最近良さが分かってきたこと、京都からいただきましたウエストビレッジさん57歳男性の方、ありがとうございます、ありがとうございます、若い人がよくこれもしかしたらワンチャンあるんじゃねという言い方をしますね、以前は聞くたびに何でも言葉を略して喋るなと思っていましたが、最近思わずワンチャンあるかもといった場面が日常生活の中で意外と多いことに気がつきましたもしかしたらとか、なんとかもう一回というチャレンジ精神を持ちながら仕事をしている人は多いですね、先日失敗した後輩に思わずワンチャンあげるから頑張ってみろと使ってしまいましたよ、ワンチャンあるんじゃないっていう言い方の良さが分かってきたということでしょうかね、そっかそっか、はい、あら部屋のカレンダーが落ちましたね、失礼しました。フィンランドからいただきました AY77 さん女性の方、ありがとうございます、ありがとうございます、私が最近ようやくその良さが分かったものはバナナです、大人になった今高級フルーツのあるものを食べる機会もあるわけですが、何を食べてもうんこれも美味しいけど甘みはバナナの方が強いかなとか、うん、これも柔らかいけれどバナナのとろっとした柔らかい食感にはかなわないかななど、気づけば結局バナナのことばかり考えてしまう自分に気がついたのです毎日惰性でバナナを食べている人にはちょっと考えていただきたいのです、一度人々の頭から安い時だと一房100円程度でスーパーで購入でき、買いすぎた時には大量消費のためにシェイクやケーキを作らないといけなくなるフルーツという既成のバナナ概念を消し去り、まっさらな状態で再びバナナに出会った時、あなたならそのフルーツにいくらの価値をつけますか、南国原産フルーツらしいねっとりとした食感、濃厚な甘みと香り、でもそれでいて癖はなく何より食べやすい、1本1000円はくだらないと私は思うのです、そうね、バナナは本当に素晴らしいと思う、そうですね、うん、今ここで初めて出会ったらそうかもしれない、そうね、ちょっと実験してみたいよね、ずっとねバナナ立ちさせておいた小学生とかにバナナ食べてもらってね、なんですかこれってね剥きやすいしね、最高だよね、うん、癖がないしね、苦っ酸っぱっていうバナナあったことないもんね、そうですよね、うん、あーちょっとこのバナナ外れ引いたなってのあんまりないもんね、うん、熊谷市のかまちんさん41歳女性の方、ありがとうございます、ありがとうございます、いなり寿司です、いなり寿司イコールお年寄りが食べるものという勝手なイメージが私の中にあり味もそれほど好きではないので自分から進んで食べるということはありませんでした、スーパーでお寿司のパックなどを買った時、隅にいるいなり寿司は祖母にあげていました回転寿司ではいなり寿司でお腹を膨らませるなんてもったいないと考えて他のネタを注文していました、回転寿司でいなり寿司を頼む人を見るとなんでいなり寿司を頼むのかなと思っていました、ところが昨年たまたまいなり寿司専門店に入ったところ、いろいろな味があったので試しに購入してみました、柚子、紅生姜、ネギ、わさび、カレー、梅などいろいろな味がありました、想像以上に美味しくていなり寿司の概念が変わりました、
中でも黒糖の稲荷寿司が美味しかったのです。甘くてジューシーな油揚げと酢飯がたまりません。何個でも食べられてしまいます。そして先日とうとう回転寿司で私は稲荷寿司を3皿頼んでしまいました。稲荷寿司だけで結構お腹がいっぱいになったのですが悔いはありませんでした。3皿も3皿も稲荷寿司頼んじゃった。もう稲荷寿司にハマっちゃったんだろうね。そうなんですね。美味しいよね稲荷寿司ね。確かに美味しいですね。そう稲荷寿司とかね、細巻きでお腹を膨らませてはなるものかっていう気持ちがある一方でね、その流れに委ねると非常に楽っていう時ありますよね。いやそう、いいもう生寿司、うん、もう稲荷寿司でいいんだよ。美味しいもん。そうね、うん、そうかもしれない。美味しい、本当に美味しいよね稲荷寿司。ありがたい、はい、バナナと稲荷寿司で。そうですね、いけますね。いけるいける、本当にいけると思う。そうかもしれない、はい、たくさんのメッセージありがとうございました。安住紳一郎の日曜天国、今日2月12日はダーウィンの日。ダーウィン唱えた進化論、被るハットは天下論、日曜やることないので昼寝ごろん。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。 TBS ラジオ安住紳一郎の日曜天国、約2時間のお付き合いありがとうございました。2007年平成19年発売、パフュームチョコレートディスコに乗せて今日の当選者の発表です。日天オリジナルノートの当選者は、千葉県市川市のデミさん、岩手県の HM さん、岐阜県鏡原市青小葉さん、大阪府豊中市いい年のエリさん、ゆらママさん。カルピスセットの当選者は川崎市のアンパンさん、松豆さん、持ち物はカーディガンのみさんです。おめでとうございます。昨日夜のニュース番組で私特集でこの話をしたんですが、チャット GTP という AI、 こういうことを文章にしてほしいとキーボードで打ち込むと30秒くらいで文章にして返信してくれるっていう新しい AI システムがありまして、ほとんどの人がメールアドレスと電話番号を入れると使えるということで、まあ、非常に新しい技術ということなんですけれども、びっくりしました。じゃあちょっと最近良さが分かってきたことということで、今日のテーマでメッセージ送ってくれって言ったら、やっぱりこの AI さんが送ってくれましたね。ちょっと紹介しましょうか。ちゃんとねラジオネームも考えてくださいって言ったら、ラジオネームミステリーボイスって送ってくださったんですよね。最近良さが分かってきたことは、ストレス解消のためにお菓子を食べることです。自分で作るものはもちろん、コンビニで買うお菓子も美味しくてついつい手が伸びてしまいます。最近はお菓子を食べている時が一番幸せな瞬間だと気づきました。疲れた体と心を癒すため、お菓子を食べることが大事なのだと改めて実感しました。今度はお菓子作りにも挑戦してみたいと思います、というAI さんですよ。人工知能がこうやってラジオ番組にメッセージを送ってくれるという。あら、まあ内容はさほどでもないですね、うん、毎週日曜朝10時から生放送、安住紳一郎の日曜天国。2月19日のゲストは番組2度目の登場、俳優江口のり子さんです。メッセージテーマは家族の恥ずかしい話。皆さんからのお便りお待ちしています。